いつもご覧いただきありがとうございます。将棋道場経営店郷田です。よろしくお願いします。はい、今回の動画はですね、以前にも、以前と言いましても2016年ですねに放映した、ブレスレット調整、こちらについて、ご紹介したいと思います。ブレスレット調整と言いましてもですね、ここで2つ分かれ道があります。ご自分でやられる方、あとはですね、プロに任せたいなと思っている方、まずここで分かれます。当店でもですね、通販サイトでも販売しておりまして、まずですね、お客様からご注文いただきまして、でブレスレットのタイプとかですね、こういう時でも、その時に2種類道が選べます。ただですね、ご自身でやろうと考えている方の場合ですね、どうしても最初に必要なのが工具、こちらをですね持っていないと調整自体は難しくなります。はい、そんなこんなでですね、プロに頼もうと思っている方、ご自分でやろうと思っている方、その二方両方ですね、ぜひこのやり方のハウトゥーを見てですね、その上で頼むか自分でやってみるかっていうのを検討してみてもいかがでしょうか。はい、そういった内容になってますので、よろしくお願いします。はい、そんな感じでですね、ブレスレット、今回はですねブレスレット調整なんですけれども、以前の動画ではですね、簡単に、工具の方もわーっとこんな感じでっていうふうに説明したんですけども、今回は工具の方もちょっと増やしてみました。今までとは違うタイプとかですね、もうちょっとプロ用の工具と、そうでない一般的に手に入りやすい工具とっていうふうに分かれ道があります。はい、やっぱりお客様とかですもんね、言われることがありまして、プロにお金を出して頼んだが、こう傷もつれで帰ってきてしまったと、残念な結果になったっていうことがあるんですけれども、言い訳ではないんですけど、どうしてもですね、こちらの時計なんか見ていただくと、ステンレス、これ以前も登場した時計なんですけれども、金属対金属で作業する以上ですね、どうしてもこう擦れ合って、もちろん硬いもん同士なのでね、触れ合うと傷が入りやすいです。なので柔らかい工具でできればいいのはいいんですけど、そうなるとですね、やっぱりこう弱いので、なかなか工具としては使えないという、ジレンマがあるんですけれども、はい、まずですね、一連の流れの方を、どのような道具があるかっていう種類も合わせてお伝えしたいと思います。はい、それではベルト調整の方をしたいと思います。必要な工具はこちらにあるんですけれども、まずこちらの工具はですね、ブレスのピンを出すときに必要な工具なんですが、こちらはですね、ちょっとプロ用の道具となりますので、一般の方では手に入らないかと思いますが、一般的なですね、時計のベルト調整キットなんかにはこういう風な台座が入ってます。この台座は何ぞやと言いますとですね、こちらにですね、ブレスの方をセットできる台座になってます。こういう風に縦にして横に置いたりとかですね、あらゆるサイズに対応している大きさになりますので、このような感じになってます。はい、レディースであろうがメンズであろうが関係なしに、いろいろマルチに使える台座なんですね。はい、でこちらとですね、そのピンをですね、外す道具の方を使うんですが、ここでですね、まず知っておきたい知識がですね、どのような工具を必要とするベルトなのか、ブレスレットなのかですね、見極め方法としては簡単です。こちら、まずですね、裏側を、ベルトの裏側を見るとですね、ブレスの裏側に矢印があります。この矢印がある場合はですね、割れピンと呼ばれるものです。割れピンとは何ぞやというと、その名の通り先端が割れているピンになりまして、逆から入って押さえています。逆さまにしてみるとですね、このような感じで、一見中心に線が入って、なんかマイナスドライバーで回すのかなというふうに思いがちですが、そうではないです。でもう一つの種類がありまして、そちらがこのオリスのタイプですね。割とですね、結構高い時計なんかに多かったりするんですけれども、こちら先ほどのように矢印はありません。
矢印とか一切ついてないんですが、こちらはですね、一見すると割れペンと同じような感じで穴があって、この丸いくぼみところにですね、中心に線が入ったようになってます。こちらはですね、マイナスドライバーで開閉するタイプとなっています。一見すると分かりづらいんですけれども、先ほどの矢印があるかないかで判断していただくとすごく分かりやすいんですね。はい、ではですね、早速ブレスのコマを外してみましょう。基本的にですね、時計点の概念としてはブレスのですね、この6時方向下にあるタイプが短くする、こちらから優先的に外していきます。なぜかと言いますと、腕に巻くとこのような感じなので、ちょっと腕にこうやって巻いてみますとですね、上が長いとこういう風になっています。ですが下が長いとですね、ちょっとこういう風に巻き込みになってきますので、より時計が見やすいという位置になるため、基本的には6時方向から外すようになっています。ではこちら6時方向のブレスを外してみましょう。ここでご注意、はい、外す際にですね、台にセットするわけですけれども、この時点で矢印が上を向いてますので、こちら逆です。このようにセットするんですね、はい、で台の方にセットしてみましょう。これで今もうセットしました。まあ、簡単ですね、乗せるだけなので。でこういうふうに先端が尖ったタイプの工具を使い、まずですね、このブレスが入っているところに、ピンが入っているところにですね、まず上からこういうふうに押し出す工具をセットします。でこの時点では外れませんので、ここからですね、金槌を使います。この際に注意しなければならないのが、金属がやたらと接触しないこと。やっぱり硬いもの同士なので、触れれば傷が入る原因になります。特に鏡面はすごく引っかき傷みたいに見えますので、注意することをお勧めします。では出してみます。優しくこういうふうに叩いてあげてですね、もう今すでにピンの方が外れてきたと思うので、こちら、はい、割れピンが顔を出してきました。まあ、こちらでですね、場合によっては手で引っ張る、まあ、これちょっと軽かったので今手で引っ張れたんですが、引っ張れない場合もあります。でこのように外しますと、割れピンがなぜ割れピンと呼ばれるかというとですね、こんな感じでこちらの先端が割れているんですね。で割れてない方から入れるようになっています。でもうすでに外れたので、こちらはこう抜きました。まあ、このような感じでですね、もう一個外すとですね、もう一個外してみましょう。穴の向きをチェックして、こちらにまた穴にセットして軽く置きます。この時ですね、ちょっとやり方としてはですね、指を添えてあげる、思いっきり叩くともちろん指も痛いわけですけれども、指を添えてあげることで方向もぶれずに、かつですね、優しくピンを出すことができます。でこちらでピンを出しているんですけれども、外れました。これで一コマ外すことが完成です。はい、外すことができましたと。まあ、こういう流れでですね、ピンの方は調節します。で最終的にはですね、この外した方と外した方をまたこういうふうに結びまして、で先ほどのですね、ピンの割れていない方、こちらですと逆です、割れた方なので、はい、割れていない方、この折り曲がっている方ですね、こちらをまたこの矢印の逆方向から入れます。この時気をつけなければならないのが、矢印の方向に入れてしまうと次すごくややこしいことになりますので、矢印を確認の上、矢印に逆方向にこの割れていない方を差し込みます。でブレスをちゃんと合わせていただいて、こちらで差し込むと今だいたい入りましたが、まだ不十分です。でこの場合ですね、工具の側面なんか使ったりとか、まあ、上面でもいいんですけど、とりあえず平らで硬くないもの、プラスチックとかですね、そういうものを使ってここで押し込みます。そうするとプラスアルファで入って、このような感じですけど、まだ出てます。
こちらですとまた抜けてしまう可能性があるので、この場合はもう一度セットして、で次はですね、こういうふうにあのピンを出す工具っていうのもですね、いろいろ種類があるんですけども、この平らなものを選びます。上がですね平らになってます。でこちらを使って、はい、この先ほどですね押し込んだ部分、こちらにですね当てます。この時もですね、金属と金属なので余分なところに当たらないように注意しましょう。で叩きます。でさらに押し込まれました。で最終的にはですね、こちらのちょっと先端が丸みを帯びているピン、こちらをですね、先ほどの穴のちょうど上に差し込んでセットして、ここでですねまた横に行かないようにできる限りぴったり押さえていただいて、軽く叩いて押し込むと。それで外しますと、はい、ちょっとくぼんだ位置にピンが入って、これで完成になりました。このような感じでですね、ブレスの調整を行います。まあ、ちなみにこの割れピンのやり方としましてはですね、今はさっき外しましたので今度は戻してみます。この時はですね、こちらがですねよく一般には販売されていないプロ用の工具になります。こちら何かと言いますと、この押し込む道具はついているんですね。でもう一度先ほどのようにセットして、上から今度はまたこのピンの方を差し込んでいくわけですけれども、この時にですね、はい、今これでセットできました。で軽くと、はい、こちらでですねもう外れかけてます。こんな感じであっさり外れましたので、またですねピンの方を外して、でもう一度ですね先ほど外したピンをセットします。でこの時もですね、念のために向きの方は合ってるか合ってないか、他のコマとですね矢印の方向を当てるかを念のため確認した上で入れまして、で今度はですね2箇所止める必要があります。先ほど1コマ外してたんで、また今戻すために2箇所にピンを刺す必要があります。また割れピンの方向をちゃんときちんと確認しながらですね、こういう時にもたつくので1コマ1コマ丁寧にやりましょう。こちらで今差し込みました。とりあえずあの仮止めで一つ入れておいてですね、もう一つこちらでセットした上でピンの方を入れます。まあ、とにかくね、あの金属同士が接触すると傷が入る原因になりますので、極力当たらないように。でこの場合ですね、先ほどの工具をまた使って平らなタイプ、押し込んでいくタイプですね、こちらを使って、はい、このタイプ、まあ、これはですね一般の方は持っていないんですけど、我々時計店がどんなことをしているのかっていうのでちょっと公開して見せてみます。今セットしましたので、これで軽く、もう本当軽くです。力を入れてドーンと叩くとですね、一気に傷が入る原因になりますので、こちらもですねセットした上で、はい、もうちょっと押し込んでもいいぐらいですね。なのでこちらで音が変わってきますね。で今まったいらになったので、次は先ほどのような感じで少しだけ先端を押し込む係が必要になります。でこちらをセットして、これやりすぎちゃうとね、また向こう側に突き抜けてしまうので、そこは気をつけた上で、あとは場所は間違わないようにですね、はい、こちらで完成しました。なのでこのような感じでブレスレットは調整できました。残念なことにですね、もともとちょっと傷入りだったので、まるでこれで傷が入ったかのように見えますけれども、傷の方は入らず綺麗にできています。
まあ、こんなような感じでブレスレットを調整するわけですけれども、先ほど説明してなかったこちらの、はい、割れピンでないねじ込みのタイプですね。これはどうするのかと言いますとですね、こちらちょっともうすでに調整されているタイプなので、ちょっと12時方向の長い部分から行います。こちらですね、ドライバーのネジをですね、まっすぐ入れて、でこの時ネジ、ドライバーの選びに注意なのがですね、必ずこの先端が回るタイプであることと、この穴とですね、穴といいますか、この、回す側のサイズが合っていること、合致してないとですね、サイズ違いの場合はちょっと傷が入ったりとか空回りしてネジを舐めてしまう可能性があります。のでご注意を。はい、今こちらで回してます。でこれ回す際もご注意がですね、よく外れていてガリッと削ってしまうこともありますので、実際こういう風にしてですね、調整の時に失敗して傷が入ったりするんです。はい、なのでまあ極力指で押さえてあげたりとかですね、時間をかけ早くする必要はないので、ゆっくりと回してあげましょう。まあ、こういう風にして、はい、とにかくあの力が変な方向に走らないようにして回してあげることによって均等に回すことができます。はい、不安な方はこういう風にしてですね、押さえていくのもいいんですけれども、やっぱり先ほどみたいにカチッといく可能性がありますから、ちょっと時計に傷が入らないことを意識して回してあげましょう。こちらでほぼ外れましたので、あとは、あ、まだでしたね。もう軽く、これなんか全然力入れてません。はい、このようにして、まだもうちょっとですね。結構このピン自体は長いんです。まあ、ただもう前に押さないように気をつけましょう。そろそろ外れるぐらいなので、こちらで外れました。あとはですね、ピンを抜いてこういう風にして外すことができましたという流れになります。あとはですね、これを繰り返して行うことによって調整が可能となります。はい、いかがでしたか。まあ、このような感じでですね、ブレスの方は調整するわけですけれども、やっぱりこう自分でやってみたいという方と、やっぱりこうこんな作業は自分にはできないわ、やっぱりプロに頼もうっていうふうに意見が分かれると思います。まあ、ですがですね、やっぱりこう時計店に持ち込んで、ブレスの調整をお願いすると有料で、まあ、やっぱりある程度の金額を言われたりしてしまうのがですね、先ほどのような感じで傷が入ってしまわないように慎重にやるために、やっぱりこうしっかり料金をもらいただいてっていう風な感じで時計店もやっぱりプロとして受け負ってます。なのでですね、ブレス調整1個1コマ抜けるだけだからっていう風に思わずにですね、プロの仕事と思って任せましょう。あとはですね、自分の大事なコレクション、傷をつけたくないとかですね、まあ、使う以上小傷は入ってしまうんですけれども、やっぱり大事に使っていきたい時計はですね、できる限り信頼できる時計店に任せるのが一番です。はい、そんな感じでですね、この動画がお役立ていただければ幸いです。またですね、この動画を見てためになった方はですね、高評価であったりコメントであったり、あとはですね、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。